この攻め合ってる時に下は打てる状態がキープできて初めて攻め合いですから、攻めてるつもりでも腰から下が打てる状態になってなければそれは攻めにならないっていうこと。攻めてるつもりでも体がそのままからポンと出られるものが、要はそれは機械を捉えることができる体の作用が元にあるっていうこと。それが鋭ければ鋭いほど相手からすれば脅威になるわけですから、ここから何かしなきゃできない人は要は攻められないんだということ。それはスピードじゃなくて働きとして、このまま体がぐーっと相手に迫っていけるものがなければこれは怖くない。今のぐーっといるところから膝が働くので固定を打てば固定は届く。面の場合には実際に遠巻こうと思ったら、ここ噛んでるところからこのまま移動してふって打たなきゃいけないから、もう一作用必要なんですよ、遠巻に行くに。